さて、今夜私がいただくのは台湾ルーローハンです。さて、今夜私がいただくのはアップルハニーサンドです。役作りですか？まあそのとおりだ。さすがっす。そっちは？今指を追い込んでます。あれか、ボルダリングだろ。いや違いますよ。どうぞ。ありがとうございます。どうもありがとう。まずはそれのため。そうです。おかげで今指の体脂肪 4.7% です。どうやって測んで。さて、今夜私がいただくのはエビ天盛りそばです。これは何ですか？これいいだろう、作ってもらったんで。どうぞ。どうもありがとう。山田君のも作っておいてあげたから。いらないです。さて、今夜私がいただくのは具沢山ビーフシチューです。なんだよそれ。これですか？ T シャツですよ。それ分かるんだけどさ、次回作アクションなんですよ。どうぞ。ありがとうございます。引きの絵はこれでいけますね。今夜私がいただくのはアップルハニートーストです。すいません、トーストって言っちゃった。ボルダリングとかの。あれ、なんか間違った？間違ってません。いらないです。どうぞ。いらないです。嫌い？嫌いではないですが、いらないです。すいません。いびきに割れてるよ。シックスパックスのやつして。シックスパック、ちょっと暑苦しいかもしれないですね。暑い。あ、どうもありがとう。ごめん。すいません。だからちょっと軽いのですよ。今夜私がいただくのはエビ天盛りそばです。今夜私がいただくのはブルハニーサンドです。山田君も頼みたい。いや、いらないです。安倍さん、ムービー終了です。ありがとうございます。ありがとうございました。安倍さん入られます。さて、今夜私がいただくのは台湾ルーローハンです。教師もの数学、まあ数学が一番好きだ。カリッと、もう一風呂料理でいっちゃいます。やっぱり中華結構多いんですよ。以前は和食だったんですけど、中華です。夜に食べないようにしてます。9時以降はできるだけ食べない。結局食べちゃうんですけど。僕あんまりウェイトリフティングって専門的じゃなくて、懸垂とかなんか重いものっていうよりも自分の年齢的に無理しないものやってるから嫌なことです。山田孝之さん入られます。さて、今夜私がいただくのはブルハニーサンドです。役は山田にやってほしいとか、この役を逆に山田がやったらどうなるんだろうとかっていうのを待ってる方がワクワクするんで、あんまり今俺これやるべきだなとか、こういうのやったらどうなるかなとかっていうのは特にないです。ご褒美だったらもう絶対寿司ですね。お寿司はこういろいろあるからいいわけなんですけども、今日ちょっとウニないですって言われたらダメですね。まああと最後アナゴちょっと終わっちゃいましたって言われたら閉まらない。安倍さんの彫刻についてムッキムキなところが美しいなと思いました。
本当の勝負事だったら食べないです僕は。勝負終わるまで食べないですね。で勝負終わって多分お寿司を食べると思います。安倍さんだって映画の時とかもすごい体してましたから、安倍さんがもし一緒にトレーニングをする場にいてくれたら相当はかどると思います。いろいろ詳しそうなのでいろいろと聞きたいですね。効率よく自分が作りたい体を伝えてどうやったらそれに効率よくできるのかっていうことをアドバイスをもらいたいと思います。